こんにちは、こんばんは。今回はですね、米津玄師のインタビューをね、こう読んで、米津玄師の新曲レディについて理解を深めていければなというふうに思っているんですが、今回の動画ではね、題して米津玄師、精神と時の部屋が作りたいということでお送りしていきたいと思います。まあね、このインタビューを読みながらね、その内容について皆さんと一緒にね、もうすでに読んだ人はもう振り返りじゃないけどね、まだ読んでない人はこんなこと言ってたんだと思ってもらえればいいなと思っております。はい、じゃあ行きましょう。米津玄師、精神と時の部屋が作りたい。で、なんか30歳になってサラダを食べるようになった。で、まあなんか言ってたね、インスタライブとかでさ、なんかその義務野菜とか言ってキャベツをさ、食ったりとかさ、あとはコンタクトしてさ、ライブ会場でみんなのことが見えるようになったよとか、そういう話もあったりとかしてるんだけど、まあ今年、まあつい先日というか1ヶ月前ぐらいに32歳になったのかな、米津玄師も。32歳。なんかおかしいな。なんか気になるな。なんかまあいいや、とりあえず32歳になったんだけど、なんか新しく始めてみたいことなどありますかっていうインタビューの投げかけに対して、まあ、何を作りたい、まあ、始めてみたいこと、新しくやりたいこと何かっつったら、まあ、精神と時の部屋みたいな空間作りたいと思ってるっていう言ってますね。なんか僕もいつだか配信で紹介したけど、銀座っていう雑誌、女性向けの雑誌の中に米津玄師が表紙で登場した時も、なんか自分だけの空間がどうのこうのみたいな、そういうコンセプトになってた、雑誌があったかなと思うんですけど、まあ僕も持ってて今この辺にあるんですけど、まあ、ね、ぜひまだ持ってなくて読んでない人、気になる人は概要欄から買ってみてください。まあそんなような空間を作りたいなと。まあ今インターネットとかあってて、なんか割と、まあ、僕もそうですけど、家の中でこうやってね、動画を作ってるとさ、やっぱ僕のこのプライベートのこの部屋っていう空間を、まあみんなはこのね、画角に収まっている中は見れるわけじゃん。まあ米津玄師も同じようなところで、なんかそういう、なんか自分のプライベート、私的な空間が減ってってる、なんか少なくなってるような感じがするということを言ってて、それがすごい窮屈だと。で、その自分しかいない、他の人の影響を受けない、その隔離された精神の時の部屋、そもそも精神の時の部屋って何かっていうと、アニメとか漫画のドラゴンボールってものに登場する、もうひたすら真っ白の世界で、まあ、神様って言われるキャラクターがこう管理してる部屋で、その、ね、僕らが住んでる一般のその、ね、世界の3倍の速さで時間が確か流れていくんだよね。だから人より3倍の速度で成長したりすることが、修行してね、強くなったりすることができるっていう部屋なんだけど、まあ、そういう部屋を作りたいみたいなね。だから自分が、もう米津玄師の場合、ひたすら音楽とだけ向き合って入れられればいいっていう、そういう部屋が欲しい。そういうのを作りたいって言ってますね。まあ、そうなると別に SNS もないし、電波も届かないし、もう他の、ね、人の干渉を受けないで、もう一人でやっていける。まあ、元来もう、米津玄師ってものは、その、まあ、言ったら、その、みんなでわーってさ、賑やかにやる。まあ、もちろんバンドスタイルのライブとかやって楽しいって思ってはいるんだろうけど、まあ、心の奥底どっかで、まあ、一人で静かに何かやっていたいっていう、そういうところがあるんじゃないかなって思うんで、このインタビューを読んでて思うのは、やっぱりさ、一人でその、ね、孤独な空間に行ってさ、制作を続けたいとか言ってるくらいだし、うん、だから、僕みたいなこうやって YouTube で米津玄師のファン で動画って やってる人もね、本人はそんなにね、そのすごくね、まあ、もしかしたらありがたいと思っていないかもしれないっていうのはなんとなく思いますね。まあ、そもそも SNS とかインターネットっていうもの自体をなんかこうちょっとよく思っていない可能性まであるからね、そんな好きじゃない。自身がそのインターネットをきっかけに、ここまで来た人間ではあるはずなんだよね、米津玄師って。なんだけど、もう今となってみれば、インターネットってこう、なんか鬱陶しく感じていそうだなっていう、そういうのが読んで見て取れるような、気はするね。まあ、米津さんは人に生かされている。まあ、誰しもそうだよね。自分一人で生きていくことって難しいからね。まあ、なんか掃除機の音が入ってるよ。掃除機の音入ってる。まあまあ。自分のパブリックイメージがどういうものになっているのかよくわかんないですけど、おそらくみんなが思っているよりも友達が多いし、表面的な、表層的な、まあだから適当な会話もするっていうことなのかな。だから、まあ米津玄師って割とクールで、物静かで、まあなんか人との関わりが少なくて、みたいな、そういう風なイメージを持っている人が多いのは、それなんでかっていうと、事務所がそういう風にプロモーションしてるからであって、本人は割となんかこう、にこやかだし、こう、まあ元気だし、まあよく笑うし、
そういう人なんじゃないかなとか思うんだよね。だからそういうプロモーションの仕方をしてるだけなんだよね。あとはそうですね、まあそうやって人間と関わっていくと、まあこのね、そのコミュニティに所属していくわけなんだけど、自分一人でいたい時と、まあいろんな人と関わっていたい時とのなんかこのバランス難しいよねっていう話なのかな。そういうふうに僕は、読んでみて取れましたね。で、今日の動画はそもそもどういう趣旨だっけ。あ、そう、米津玄師、精神と時の部屋が作りたいっていう話ですね。だから、なんかこう、やっぱりインターネット上でさ、活動している部分もあるから、なんかそう、ファンと過干渉になっているような気がしてるんじゃないのかなっていう気はしますね。まあ別に過干渉っていうほど正直メディアに出てないから過干渉じゃねえだろって自分で言っときながら思うんだけど、でもなんかそんなような雰囲気を感じる。なんかこうね、あのツイッターでよろしくって言ってわーっていっぱいいろんな人が来たりとかさ、コメントを打つわけじゃんね、いいねをしたりとかさ、ノーグも含めね。なんかそういうのもまあ嬉しいは嬉しいんだろうけどね、そうやって自分の作ったものが評価されて反応してもらえてファンがいてさ、嬉しいんだろうけど、なんか心のどっかでなんかその、まあ、誰にも聞かれないようなところで、まあ、自分っていうのが何者でもない、ただの米津玄師っていうそういう一人の人間になって、その目の前にその一人のためだけに音楽を作ったりとか、なんかそういう、まあ、別にこれは例だから、まあ、そう思ってるかどうかは知らないけど、なんかそういう風な昔あったはずなんだよね。誰にも聴いてもらえない、音楽を聴いてもらえない時期とかあったはずなんだけど、なんかそういう時期にちょっと戻りたいなっていう気持ちがどっかに、ここのどっかにあるんじゃないのかなって思うような、なんかそんな気がしましたね。この精神と時の部屋を作りたいっていうのを言い出したところで、そんな気がしました。まあ、僕は、まあ、ファンとしては、まあね、あの見えるところでさ、活動していてほしいけど、まあ、そうやって言い出すってことは、ちょっと精神的に疲れてきた部分もあると思うから、まあ、休息はしてもらってね、まあ、引き続き、まあ、素晴らしいものを作っていただければなと、そういうふうには思います。じゃあ、この動画はそんなところで終わろうと思います。米津玄師、精神と時の部屋が作りたいということでした。よければね、いいねと、まあ、髪の毛が目に入る。いいねとね、チャンネル登録してもらえたら非常に嬉しいです。今後もね、米津玄師、追いかけてツアーまでね、もうすぐですけどね、一生懸命、ね、動画を作って、僕もね、いろいろ皆さんをね、楽しませられたらいいなというふうに思っております。じゃあ、この動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。